ぷよぷよです。どう考えてもぷよぷよです。ぷよぷよは横一列にぷよを並べることによってライン消去をすることができ、一度に多くのぷよを消すことによって高得点と快楽を得ることができます。さらには T スピンや最適化、O スピンなどといった技を活用することによってより多くのお邪魔ぷよを相手に送るといったことができます。そしてこちらがテトリスです。やはりどう考えてもテトリスです。テトリスは同じ色のテトリミノを4つつなげることによって弾け飛んでいきます。そしてテトリスの特徴としてプルプルしているため重力に逆らうことができません。そして何より特徴的なのが連続してテトリスを消していく連鎖。連続してテトリスを消していくことによって大量の得点を得ることができ、対戦相手にも大きな攻撃を送ることができます。そしてこの2つのゲームを掛け合わせた完璧で究極のソフトテトリスぷよぷよが発売され、このゲームからはあの超有名テトリスプレイヤー晴島サンシャインさんも登場し、全世界で超絶大ブームを起こしました。ちなみに当チャンネルのたい焼きの好きなゲームはこの服装から見てわかる通り